ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。山本隆二に侵されましては、全国民に対し賢くも御自ら大将をのたまわらせたもうことになりました。これより慎みてをお送り申します。隆二のおかしな話、皆さん楽しんでもらってますでしょうか。そうですか、ありがとうございます。丸田君、はい、一生懸命頑張って、はい、ツイキャスから始めてね、はい、ツイキャスはちょっとやっぱりなかなか難しいなって言って、はい、この YouTube に絞り、はい、切って、今までこうずっと定期的に更新し、はい、野田君が頑張って編集もしてくれ、はい、やってきたんですけど、はい、なんせ僕がこのチャンネル登録よろしくお願いしますって、いろんなその Facebook やブログや Twitter でいろいろこう、Instagram なんかでもいろいろお願いしてきたんですけど、はい、なんせ1000人に至らない、はい、いや今の状態だと半分以下だ。はい、これはね、はい、もはやこれまでっていう気がするね。いや、この時間を費やしてこうやって頑張ってやってきて、いや、見てくれてらっしゃる方はここに来て面白いねとかね、はい、かつての後輩の男優の人たちもメッセージいただいたりして、はい、例えば名前を挙げさせてもらうと吉村拓ちゃん、ね、コメントもいただいてありがとうございます、ね、楽しく見てくれてるそうで本当にありがとう、はい、だけどね、なんせカウントが伸びないんですよ、ね、はい、やっぱりね、日本国と同じでね、頑張り続けるのもね、一つの道かもしらんけど、はい、午前会議でね、それ多くも昭和天皇がね、英断を下されたごとくね、もうこの辺で良いのではないかと、もうこれ以上ね、国民が苦しむのを見てはおえんということでね、今回のこの配信でね、玉音放送みたいな感じでね、忍び敵を忍びね、耐え敵を耐え、このね、YouTube 戦争からね、ちょっと敗戦をねしたと、もう参りましたと、ね、ポツダム宣言を受諾する旨通告せしめたるというところだな。いや、まあ検討したと思うよ。ネタ的にはね、全てね、そこそこ言ってたと思うんですよ、はい、他の方のこのやつは僕よく知らないけど、なんかそんなにね、はい、なんか大したことを言ってらっしゃるような気もしないわけですよ、はい、ただただその、はい、可愛らしい人が喋ってるとかね、はい、まあイケメンの人が喋ってるとかね、はい、そういうことなんじゃないのかな、はい、なんせこの年だしこの風体だしね、かつての現役の頃だってね、はい、うんこ食べてたとかね、おほまさんのビデオ出てたとかね、はい、そんなやつ AV で監督やってたとか、はい、まあどっちかというと気色悪いっていうタイプの人間でございますんでね、はい、いや、お前人間なのかとか言われるぐらいの人ですから私ね、まあそういう人がこうやってカメラの前でなんやわけのわからんこと喋ってても、みんなはそうついてきてくれないのかなっていうことですかな。これがまた違うなんかギャルとかがなんかなんてやってたら、またここになったらもうちょっと僕に抑止力があって、ここに若い女の子でもちょこんとはべらかして、ここにお膝に座らせて、クリ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 しながら、たまにはカメラ見てお愛想しなさいよ君ってなこと言ってやってたら、投げ銭ちょうだいとかやってたら、
もう少しカウントも上がったんかな。なんかこのおっさんが一人でこうやってかつての AV ラインをこうやって喋ってても伸びないってことなのかね。難しいもんですね、のりたくん、はい、わざわざね、こうやって来てくれてね、毎回編集してくれて、はい、もう面白い巧みな編集でありがとうございました。いや、はい、難しいもんですね、はい、まあ、これからは多分この話の続きはお店に来ていただいて、はい、ライブで直接聞いてください、はい、毎日こんなこと言ってますから、はい、なんかあの話してよって言ってお題を頂戴したらね、大抵私ね、ほっといても喋りますんで、思ってることはいっぱいあるんですよ。今の AV 業界、まあ今のこの中の世の中のこの 行政的な考え、まあそれもちょこちょここのずっと YouTube を更新するために喋ってきたつもりです。もうええ加減なことばっかり言ってるんですけどね、僕なりに考えはあるんです。アホなことを答えてるかもわからないけど、アホはアホなりに真剣に考えてるんですよ、ただこの YouTube、 そしてその前にやってた、ツイキャスに関しては、もう僕なんかのやるものではないんだなという自覚をいたしました、やっぱり僕はライブだと思います。居酒屋りゅうちゃんに来てください。ライブでお話しましょう。ちゃんとこうやってコロナ対策もしてますので、大丈夫ですよ。僕の飛沫はかからないにしてますんで、お店でもマスクしてますんでね、大丈夫です。何やったら写真撮るときだけマスク外して横に行って写真パチって記念写真も撮りますよ。その代わりお心持ちを入れてほしいんですよ。写真1枚いくらとは言いません。そういうこと言うてはる有名なタレントさんとかやるみたいですね。昔のああいう変身門のヒーローやってた方とかね、飲み屋とかね、やってね、写真撮ったらしくださいったらいくらとか言ってね、言ったらそうですよ、僕はそんなこと言いませんけどね、まあそんな方たちと比べたらいかんのかもしれませんけど、向こうもね、俺たちと一緒にするなよ。まあその価値観っていうのはね、皆さんのその僕たちが言うもんじゃないからね、その人うわーうわーと思うかどうかっていうのはね、その人の価値観ですからね、はい、うわー、僕なんかもう誰も知らない人でもうわーと思う人もいるわけですよ、はい、それ誰やって、うわーすごい、誰があの人、うー知らんのかよあの人のこととか言ってね、うわー、みんないらっしゃるんですか、はい、じゃあ、ね、価値観、はい、山本龍神うわーと思ってくれる人来てくださいよ。まあ、この今はコロナで時間がちゃんとこの思い通りできないんですけど、毎日ライブドアのブログでちゃんと書いてますんで、何時から何時までっていうのもちょっといろいろ変化していくこの状況に合わせてね、僕はちゃんとあんまり足並み揃えるの嫌なんだけど、今回はちゃんと協力して東京都にちゃんと足並み揃えて要請に従ってます。ぜひ待ちしてますんでよろしくお願いします。まあ、のりたくん、はい、1年ぐらいでしたね。あ、もうそうですね、だから6月ぐらいなんかちょっと半袖になったぐらいに、ね、なんかツイキャスをまた、ね、コロナ禍に やってた去年。そうですね、まあ時々のりたくんまたお時間あるとき来てくださいよ。あ、そしてそこから突然、はい、突然一旦これやめますけども、突然配信をして、そうです、スマホで撮ってとかね、他の観客の声も入るかもしれないですけどね、時々、はい、サプライで配信すると思います。まあいつになるかちょっとわからないですけど、まあそんなことで一旦今回はこれで終了ということにさせてください。またいつかお会いしましょう。中華ここに来たら毎日会います。そしてマリカちゃんとのね結婚イベントもできたらいいなと思っているんです。その時はぜひ皆さんご参加いただいて、僕たちを祝ってください。よろしくお願いします。まあ今回これで一旦終了しますが、ご清聴ありがとうございました。